修法学院へようこそ。夏の遊び着はやっぱり浴衣でございます。浴衣の帯結びも時代とともに進化してまいりまして、いろいろ楽しむことができます。今回は朝顔というのを結んでみたいと存じます。では早速参ります。最初の手先の長さが大事なんですけど、2倍と半ぐらいですね。もう短かったらちょっとやりにくいので2倍半をキープしてください。2倍半を、背中心で合わせまして、ここで一結びいたします。で、下は斜めに折り、下は斜めに折り、手先を二つに折ります。手先を上に一結び、まず手先の方の一つだけ朝顔の花を作ります。できるだけ波ひだのように小さなひだを作ります。で、ここにミニベルトを、もう一個作りますけど、なくても結構ですけど、あればこのミラクル帯ひもですね、3本帯ひもがあれば、ここで3本帯ひもをつけます。今回はなくてもできることはできますけど、今回はこの帯ひもを、活用して簡単に作りたいと思います。そしてもう一個の朝顔、できるだけ小さな波ひだを作って、2本と3本目に2本1個入れます。で、もう1個作りますけど、3本目のミラクル帯ひもに入れます。あとは表情を作るだけです。下は、下の線よりは出ない方がいいと思います。で、ここをちょっと縦気味で、角を中に入れればまた朝顔らしく表情を作ることができます。これで出来上がりです。あとこの紐が、帯紐が見えないように帯揚げをかければ良いかと思います。で、この
土産も左を上に、ちょっと見にくいですか、これ左を上に下結びいたします。で下の方をこの3つぐらいに折りまして、で上から花結びにしたらまた可愛いと思います。それは好みに応じて普通の正式な帯結び、帯揚げをしてもよろしいかと思います。これで出来上がりでございます。これで朝顔の出来上がりでございます。朝顔の花びらの部分を少し縦にしたら、素敵な帯結びになると存じます。帯揚げはこのようなリボン結びにするっていうこともまたおしゃれの一つでございます。横から見てもとても素敵になります。今年の夏の遊び着は浴衣で決まりというように、やってみればレッスンしてみれば簡単でございますので、どうぞ朝顔、夏にふさわしい朝顔の花を結んで外出していただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。